皆さん、こんにちは、ゆきです、えー。今回はですね、私と皆さんとのビットコイン、えー、次のバブルに向けた戦略位置として、皆さんに4ヶ月ぐらい前から話してきました。このあたりだったかな、ね、であの、ビットコインのこの暴落というのは、プラン A のこの1、2、3万ドルあたりまで落ちるから、それまでねあの、仕込むの待ちましょうという話で、今までね、あのビットコインの,の価格予想、値動き予想を、 まあ振り返りと、まあ、確認をね、いつも動画でしてきましたね、で直近ではですね、この長いレンジが、あの実はね、ボトムになるんじゃないかということも話してきて、です、ね、10月の18日だったかな、こちらの動画で、あのこのね、長いレンジは皆さん、これ、ボトムになるよということで、根拠を持って話してきたわけですね、その時期っていうのは、誰もこれが上がるなんていうこと言ってる人いなかったんです、本当に。 だからあの私は、まあ、自分の、ねあのー、戦略を信じるというか、あのー、分析を信じて、まあ、周りの、ね、意見に流されることなくあの根拠を持ってこれがボトムになるということでボトムになるんだったら上がるしかないよということでさ、ね、あのエイダ買ったり、あのーまあ、リップル買ったりとか、ね、ビットコインやイサレム買いますよって言ってきましたね。 で私の意見を少なからず、ね、参考にしてあの、アルトコインや、ね、ビットコインを買ってきたあの視聴者さんはいるんじゃないかということで、えー、もしその通りに買っている方がいるんだったらですね、まあ、今はねあの、みんなプラスになってるんじゃないのっていうことを思います。まあ、俺がそうだからね。うん、だから、あの本当に良かったなと思って、今のところですけど。ね うん、2万ドル超えましたね、直近の高値、今、超えてるから、一安心ちゃ一安心かなっていう見方、ふうん、風に見てます。はいということで、えー、本当にこのね、あのー、企画やって良かったなーって、今は思ってますね、<laughs> ね、うん、もちろん当たったことについては、まぐれだと思いますね、うん、ほとんどの人がみんな下って言ってたからね、確か。うん だから、まあだけどそれでも良かったなと思ってね。はいということで、あの今回もですね、まあ、ビットコインの値、ね、動き、今後どうなるのかということで、まあ、ニュースも含めて、あと大事な今日ね、指標発表もあるので、そこらへんも話していきたいと思います。ではいくはいそれではまずはですね21時15分、ECB の政策金利の発表があります。うん、大方ですね、0.75%の大幅利上げと予想はされています。 続いて21時30分にはアメリカの第三四半期、GDP の発表もありますね、あの新規失業保険申請件数の発表もあります。えー、GDP はですね2期連続でマイナスになっているので、今回3回目ですね、えー、一応ですね、まあ、リセッション入りがね、あのー、噂さされているというか、ね、あのー、ネットの中でも話されているので、まあ、そこら辺が、ね、懸,懸念されていますね。 はい、あとアップル、アマゾンの決算発表、日が変わってあります、えユーロとドルがですねまあ、大きくね動く可能性は大なので、ドルが大きく動けば、まあビットコインもね、うん、影響は受けるでしょうということで、うん、どっちに置くかはわかりませんけど、うん、そういうふうに見てますね。はい はい、それではアメリカの十年金利ですが、ええ、四点零六七パーセントの高止まりした状態ですね。ああ、皆さん、あの今日のイシビセ作金利の発表などありますけど、今なんか時間見たらね、間に合わないねこれ動画。本当ごめんなさい。ね、間に合わないんだったら入れるなよっていう感じになると思うので、次から注意します。はい。皆さんおはようございます。ええー、二日にわたって動画を作成してます。ええー、すいません。 えー、利上げの発表がありましたがユーロ圏の、えー、物価高上昇率が過去最高の10%近くになり、えー、ECB は27日の理事会で政策金利を0.75%引き上げると決め、えー、通常の3倍となる大幅利上げは前回9月から2回会合連続となりました。ということで、まあ、予定通り0.75%ということでしたね。はい はいそしてもう一つニュースですがイーロン・マスクが、ね、440億ドルで、えー、ツイッターの賠償完了したということでまあ日本円でいうとね6兆4500億円らしいですね、皆さんこれはねもうよくわからん金額です、本当に <laughs>、ね <laughs> はい。これがイーロン・マスクが、ねまあ、ツイッター社に訪れた、うん、動画らしいです。 私の動画でもね、あの、イーロン・マスクのツイッター買収の件に関しては、えー、皆さんにお届けした動画作りましたけど、もうこれもいろいろありましたね、本当にね、買うって言ったり、やっぱり買うって言ったけど、金が足りねえとで、金はじゃあどうするんだって言ったら、なんか、アラブのあなんか中国系の、えー、ファンドなのか、個人なのかわからないけど、ね、金を用意できたと、借りたと。 いうことで、うん、用意はしたんだけどねそしたら今度ツイッターがツイッターでやっぱり売らねえって言って売らねえとはどういうことだということでまあ弁護士入ってもめたりしてましたね,ねかじゃあ買うって言ったはいいけどあのー、価格が高すぎるからもっと負けろって今度イーロン・マスクが言い出したりね <laughs> なかなかまとまらずにいたんですがやっとまとまったらしいです。ということでニュースいきましょう。 はいそれではこちらがニュースになりますね28日の記事になります、えー、ツイッター買収完了 CEO などを解雇って書いてありますね皆さん、えー、複数の関係者によると実業家イロ・マスク氏は27日でツイッターの買収完了した総額は440億ドルとマスク氏はツイッターのスパムアカウント数について誤解を招く情報を提供したとしてツイッターの上層部を直ちに解雇って書いてあるま <laughs> 面白いこれはね皆さん これね、なぜ解雇したかっていうと、ねマスク氏が、あのイーロンマスクがね、<laughs> ツイッター賠償するからね、正式な、ね、正しい、要するにユーザーアカウント、あのユーザー数をね、あの出せとあの、その中にはね、ボットが入ってるだろうと、うん、ここに書いてあるね、ツイッターのスパムアカウント数、うん、じゃないな <laughs>、ねあの、スパムボットだとって書いてある、うん、だからスパムアカウントとかボットが入ってるから、 ね、あなたたちが、ね、私に言ってる金額はそれは正しい数字評価額じゃないよねなぜならボットの数が入ってるからっていうことですね、うん、だからあの正しい、ね、あのユーザーのユニーク数っていうのちょっとわからないけどさ、ね、それを表示してくださいと、うん、価格をだからそうあの正しい、ね、価格で私は買いたいからもっと安くしてろと、ね、いうことをマスク氏が言ってたわけですイーロン・マスクがね。うんまあ、そういうういので、まあ、買うって,言って たりねやっぱりやめるって言ったりもう買うって言ったもんも今頃 <laughs> あの駄目だよとね、うん、白紙に戻せないよって言ったり、ねうん、じゃあボット数を正式にねあの,の Twitter のユニークアカウント数っていうのかなあのユーザーアカウントがいくつ何人ねいるのかねあの会社の価値っていうのはまあそこが重要なわけで。 うん、まあでこれが何をあの言いたいのかっていうとあの同時コインがね爆上げしてるってことですねこれでうんはいはいということでこちらはねまあ同時コインですねまあ私の動画ではあまり扱いませんが今回はねちょっと話題があるので扱いましょうえー、0.07ドルですね今これ冷やしで見るとおお結構上がったんだねここねうんよかったね 同時コインは持ってないけどね持ってる視聴者の方がいるとは思いますはい直近のダーカーネうんビットコインと同じような場所だなこれなここうんここねここかうんここここねうんレジスタンス これがこの上昇で止まってまた下落するのかというと俺はね超えてくると思うようん、ね、まあこのラインまで下がる可能性はあることあるよねうんまあそれか水平線だよねここのね、うん、水平線ここかはい かこっちだ、ね、うんね、こうきてこうきて、うん、また同じようにこっちもこうきてさ何回かこんなような値、ね、動きする来るんじゃないので最終的にはここを抜けるとね、うん、安値は割らないこれは、うんという風に見てるねなぜならまあビットコインも俺はそういう風に見てるからだねはいということで同時コイン え直近の最高値、ね。過去を見るとさ、2021年5月だ、これは。これは面白いね、ちょっと。ね、5月。だってビットコインがさ、2021年、11月だよ。ここら辺だよ。ね、皆さん。ビットコインが最高値をつけたのは。週足にしようか。ね、このレベルです。この縦の。 うん、でここからビットコインは暴落が始まったんだね。で同時コインはこっちがね、うん、5月が最高値だよ。ね。面白いね。はいということであのこうやって見るとさじゃあビットコインもさあの直近の最高値なのかその前の最高値からさね何て言うの期間、ね、あの下落のさ期間を、ね、測るかによっても分析が変わってきちゃうよねって話だね皆さん。 どはいそれではビットコインのね今日の価格ですが、えー、2万、うん、ドルだねはい週足になってますけどあの今言ったのはね同時コインはねあの11月に11月だったらさね、うん、あのあそこねあの今説明した通りなんだけど あのビットコインの場合はね、この11月が最高値になっていて、ここから暴落してね、うん。で、私はね、あの皆さんに、あのー、4ヶ月ぐらい前かな、ね、まだあの誰も何日に終わるって、ね、宣言しなかったのを、どうやって測ったかっていうと、過去の動画ではじゃ話してきたじゃない、ね。それはだけどね、ここを起点にして話してるのね、うん。けどさ、同時コインとか見るとさ、 あの他の通貨もそういうのあるんだけどね11月が最高値になってないものっていうのはあの何個もあるよね、うん。っていうことからさ、ね、例えばねこの2021年4月、うん、からさあのー、最高値というかまああまり変わってないわけよここ。ね。た確かにさ最高値はこっちだけど。ねっていうことはねここからねあの下降トレンドのねサイクルが始まっているというふうに計算できる。あのー アルトコインもも多いいわけ、うん、そういうのも、うん、だからビットコインをどっちでねあの要は測ればいいのかっていうね、うん、そもそも問題があるわけよねもちろん最高値はこっちなんだけどねアルトコインはねあの今見てもらったように同時コインみたいにさ、ね、2021年4月とか、ね、5月が最高値になってるものとかあるのよ、うん、っていうことはじゃあアルトコインをねあの最高値からね下降トレンド始まって、ね、下降トレンドの終わりを測った時にね はっきり言って、もう十分もうね、加工トレンドを終わらせるっていうね、あの計算ができるわけよね。うん。っていうことが言えるわけ。ね。はい。ということで、まあビットコインこの後どうなるのかということで、はい、こちら冷やしになってますけど、ね。うん。この2万ドル。うん。ここ超えてきたね。うん。ね。これ。うん。で こ,こ、ここ、ここの3点を結んだ水平線で頭打ちになったと。けど、このレベルは超えてきたと。ね、皆さん。ということからだよ。ねじゃあ、ビットコインどうなるのって言ったら、もう上がるしかないでしょ、こうやって。ね、上がって、押し目作って上がる。うんで、ここですよ。ここ。まで行くでしょう。目指すでしょ。2万2000ドルです、皆さん。ね。 2万2000ドルまではいけるんじゃないのというふうに私は見てるけど皆さんどう見てますかね。ということでここからビットコイン上しかないぞということです皆さん。ね。はい。はい。そしてイサリアムのドル建てですが本日1500ドル。うん。いいね。イサリアム強いね。はい。えー、直近の値動きはこの三角のね。あの上のライン超えてきたね。で、ここか。 ねここと、うん、今ちょうどここはねっうんのレンジになるんじゃないのこれレンジっていうか、うん、高値はまあここここね、うん、このレベル、うん、安値はここのレベル、うん、になるんじゃないのかなって思いますね。 はい、えー、もちろんイーサリアムもね上がって、うん、上がるみたいなイメージでいます。うん、だからあということはまあ遅かれ早かれ1764ドルまでは狙えるでしょうっていうふうに見てますね。はい はい、そしてステラルーメンドル建てですけど、えー、これね今あの同時コインで話してたんだけどさ、ね、ビットコインの、ね、高値をどこから測るのかというそもそもの問題があると、ね、言った話なんだけどさ、ね、例えばステラルーメンも同時コインと同じじゃないこれ2021年5月の、ねあのー、最高値があるわけだ、うん、でビットコインの場合は、ね、この多摩線なわけで、うん、ここが最高値だったのね、うん、で、あのー、加工トレンドを、ね、測った時こっから測ったわけけどアルトコインは ね、同時コインとこれも同じだよねステラも、うん、2021年5月の最高値からねこう測った場合ねここが縦軸じゃん今日の時間ね、うん、で測るとやっぱりね加工トレンドもう終わってんのよ、うん、っていう風に見れるだよね、うん、ビットコインはここからね測っていてもしかしたら加工トレンド、うん、まだ最中なのかという疑問がさ、ね、ありながら私があの皆さんにねあの えー、次のバブル戦略の底に出かすか作戦の話してきたけどさ、ね、あるところにじゃあこっから測った場合ったらどうなるのって言ったらさ、ね、やっぱりあの、加工トレンドはもう終わ,ら終わらしてる、うん、もうレベルだよねってことだよね。うん、俺の分析だとね。うん、はい。ということでちょっと話を戻しますけど、 えー、ステラルーメンの場合は、えー、これドル建てね、週足なんだけどさ、ね、このレベルだよね、うん、この三角の中、うん、を、まあ、今ね、レンジして、ずっとしてきてるわけだ。で、あのー、もうちょっと出そうなんだよな、うん、もうちょっとで。0.11ドルだね、今日、うん。はい、この斜めのラインねうね、ん、もうちょっとでこう出れそうなんだよ、上。うん、しっかりと。ね だからそのうちピョンって飛びそうな感じはあるんだけどね。うん、ただ例えばねこのレベルで、うん、三角をね作った時っていうのはここ1234回つけてるわけだね。でこのレベルでもし上がった場合はこの三角の中まださ、ね、あの動いてるねっていうことは言えるわけでもうちょっとで出るかって言ったら、うん、もうちょっとで出るのは出そうだなってうことを、うん、同じ意見なんだけど。 さすがにここ 4, もう4回試してるからさ、ね、次は、うん、しっかりと出てくるんじゃないのって思うね、うん、で俺的にはねやっぱりこの一番下のレベルっていうのはもう割ってこないと思ってるねうん例えばさビットコインが今から戻ってさねあの下げていく場合っていうことを想像した場合っていうのはこれはね、うん、この下降の下の安値を割ってくるっていうことになるわけだね皆さん、うん、そんなことないと思うね うん、っていうのは俺の意見なんだけどね、うん、みんなはどう思ってんの、ね、はいということでちょっとセラルーメンはあのパワーがなかなかあのたまらないな、うん、けどそのうちあの出るでしょうってことですねはい、はい、そしてこちらはエイ,イダのドル建てになりますがしばしですねでこれもさね2021年の8月が最高なのだよねでビットコインと同じだったらこの縦軸なんだよねここがビットコインの,あのバブルの頂点だったわけだから で、こっから測ったのはビットコインでしょね、エイダはじゃあこっから測れば、まあやっぱりもう、終わら、終わってる、うん、レベルじゃないのってやっぱり思うよね。例えばこの、たとえ、高値からさ、ね、あの、この下降トレンドが、ね、終わったのを測るとさ、ね、うん、ビットコインと同じで測るとさ、あの、ちょっと違うよね。うん。はい。だから、あの、何が言いたいかっていうと、 トレンド終わってるんじゃないのってことは思うよねやっぱりここからねこううん終わってるで、えー、ちょっとエイダは前回話したんだけどねかもし買い逃してるんだったらすぐ買うって言ったでしょねそしたらバーンって上がったじゃんね、うん、だからまあ、そこら辺はいいよねでエイダはこの斜めの下のさのラインをちょうどつけて跳ね返ったんだねだから、うん、こうやって見るとねほらうん この下降トレンドをさね落としてきてこの中央線を下に割ったね紫のこのレベルをサポートを下にこう割り込んできたので急落させてきて、うん、0.3ドルのサポートで今跳ね返ってビットコインと同じようにドスンって上がったわけだ。うん ということでこの赤のラインこの赤のライン斜めの丸のラインねうんを上抜けたうん上抜けたってことはいいことだ、うん、だからエイダも同じようにここからどうなるのってったらこういってこういってこう上がるよねっていうふうに見てるよねやっぱこうねうんここまでとかちょっとここは高すぎるかなまだうんここかなうんね はい、ということい、はい、うこですはそして XDC が本日0.03ドルだな。うん、0.03はまあ変わらんだな。えー、週足で見るとさ、ーちょっと待って、これね。うん、例えば、週足のさ、MacD はどうなってるかというと、うん、今、 こうね、下からこう上がってきてるねうんねだからあのここからもう上しかないだろうというふうに見れるよねマック D からもねはいそして冷やしですけど XDC えマック D は下だね下に向かってるうん 取れないはいうん日足は下に向かってるけど週足は上に向かってるえー、ここからジャック・サンゾン作ってバーンって上がってこの斜めのラインは上に越えてきてトレンドラインが出てよかったねってみんなで言っていて でここから少し右下に下げてきたんだけど今3日連続で陽、うん、線作ってるね,、うん、ねこう下ってくるのか、ね、こう上に行くのか、うん、どっちか分かんないけどまあ,あのどっちにしても上には行くでしょ、ね、こういう何て言うのかな今こうさ例えばねこう逆三層作って上がって上で山こう作って右下にこう落としてくるね こういうね落としてくるパターンってさ、ね、よくよく見るじゃないみなさんあのチャート FX とかやってる人はあの特にわかると思うけどさ、ねうん、こういう時何が起こるかっていうと上上に上がるのよこうなんかさあの右下にさ、ね、陰線を連続してこう作ってくんのけど底堅くなんかこう落としてくるわけよ、ねうん、そうするとバーンって上がるわけよと、うん、いうふうに見てるけどね俺はね、うん だからまあ何も心配ないよね。で、買ってない人はもう今買うって感じだね。はい。というふうに思いますね。はい、そして XRP のドル建てですね。本日は0.4ドルだ。うんで、これもね、まあ、前回話したんだけど、ね、この <laughs> まあ四角の中をさ、ね、動いてるから、まあ、どっちに出るのかちょっとわからないねって話してるね。うん、エリオット波動的には、ね、もう一回、あの上 行くみたいなさね。分析も出してるんだけど、まあ、ちょっと当てになるかわからんしね。うんね。でね。あの面白い話があってエクスある。ぴはね。はい、こちらですが、リップルはここ数ヶ月、otc 市場でエクスあるぴを購入しています。リップルがエクスあるぴを購入していくうん。これ記事がないから何とも言えないんだけどね。俺の妄想になっちゃうんだけどね。あのエクスある？ぴを購入するね。この何回も何回も買うのね。こういう時ってうん。あの1回でドバーっと買わないね。うん。 だから、あの、開圧力につながっていくんじゃないのかと。うん、上がる、ね、上昇につながるんじゃないのっていうふうに見てますね。はい。それと、えカルダノが年末までにネイティブトークンのステーブルコインを持つ予定ですっていう話もあって、もうこれも記事がないんだけど、ね、これが、あの、カルダノにとって、めちゃくちゃ好材料になりますね。このステーブルコインを持つってことはね。うん、これがね、あの、違う動画でまたね、あの、話ししようと思いますね。はい。 はいということで、今日はね、皆さん、ここまでにしますが、まとめるとですね、えー、私と皆さんとのビットコイン、ね、底値で買うぞ安、安く買うぞ戦略ですが、あの今のところ、本当、うまくいってよかったなっていうことで、まあ私は私のね、あのー、分析を、えー、信じて、ね、あの周りに流されずに主張してきてよかったなっていうことを思いますね。今のとところですけど、うん、それと あと今後の、ね、ビットコインですが、まあ、このあと、うん、どうなるのかということでこれは、ね、あのバブルに向けた、うん、上昇の初動になるということでそういうふうに見てますという話です、はい、ではこ今日はここまでにしますけど、えー、面白かったらチャンネル登録してもらって次の動画で会いましょうじゃあね